さあ、お名残惜しいが話はここまで。これから先、困ったことがあったらお兄さんを呼びな。大丈夫、あんたの演技は完璧だったわよ。終わった後の拍手だってすごかったじゃない。うん、いい演技だった。俺も自然と拍手しちゃったしな。さっき会った時、後であんたと会いたいって言うから、こうして一肌脱いだってわけよ。お疲れ様、かわいい王女様。もちろん、お前が舞台に立つことは俺分かっちゃってたから。しかし演技は良かったんだけどさ、お前が他の男に愛をささやかれるのは複雑だわ、お兄さん。なーに？何ですかそれ。さっきも怪しいと思ったんですけど、ゆうべ二人、なんかあったんじゃないですか？おう、あったぞ。実は、この子に彼氏にしてほしいなってお願いしたんだけど、返事はまだなんだ。本当なの？断ってはいないってこと？うっそー。ありえないことはないと思ってたけど、私、あんたは七星先輩とくっつくと思ってたのに。そんなの保留にしてる時点で決まったも同然じゃない。付き合う気がないなら断ればいいんだし。ほーら清水、この子を困らせないの。昨日の行で返事を聞こうとは。もっと悩んでくれていいからな。いや、いい雰囲気。これはもう返事も何もないですよ。この子はもうテラさんに決めたって感じ。だと嬉しいんだけどな。
ニヤしてるんですか、デラさん。いやらしいことでも考えてます？それはね、健全なる日本男児ですから。劇の内容が内容だし、このことって文化祭の間は七星先輩たちには秘密にしとくべきよね。王女のあんたを第三者にさらわれたなんて士気が下がるってもんでしょ。そんなに考え込むことないわよ。あんたはもうテラさんの胸にドーンと飛び込んじゃえばいい。思ってないって。じゃあこうしなさいよ。この劇で最優秀賞を取れたらテラさんに告白、それ以外だったらテラさんの言うことを聞く。つまり傍から見ればあんたの気持ちはもう決まってるってことよ。さっさと自分の気持ちに正直になりなさい。とにかく早く教室に戻って反省会と行きましょう。明日のためにね。こっちだよ。抜けてくるの大変だったろう。大丈夫だった？そうじゃなくて、七星とかルイザがうるさかったんじゃないか。どこ行くんだってさ。じゃ、今日の主役は俺が独り占めだな。おめでとう。今日もいい舞台だったよ。どう？演技が良くなればなるほどますます複雑だったな。でもまあいいか。舞台の上以外じゃこうして俺に向かって笑ってくれるんだし。それじゃどこかゆっくり話せるところに行こう。今日は聞いてほしいこと。まあまあ焦らない。ほら行こう。どうよ、女の子ってこういうの好きだろ。そりゃね、いい大人の男がこういうところが大好きって微妙だろ。好みか。お前がそういう男は好みじゃないのかは気になるな。いや、なんでもない。
ここにあるのは全部作られたものだ。観客もそれと分かって楽しんでる。お前が今日演じてた劇もそう。瞬時に終わる歌方。しかも作者にとっては予定調和の夢でもないただの劇だ。むしろ予定通りになって完成されるんだからな。これほど皮肉な話もない。そういうことになるんだろうね。でもそれは観客の視点だ。その劇を書き上げた人間にとっては夢であることに変わりはない。何度手直ししても、何度書き直しても、自分の思う範囲のことしか起こらないのさ。まあ一人神の視点から見下ろして筋書きを操れるのが特権なんだろう。寂しいと思う。何かがね。わからない。俺にはわからないけど、お前の心の思いをこうして聞けたことが何より嬉しい。いや、これは惚れ直しちゃったかな。そこ驚くとこじゃないだろ。まさか俺の愛の告白を疑ってた？返事はまだできない？謝るなって。女はじらすくらいの余裕があってこそだ。それにその間は俺のことだけを考えてくれてるんだし。どうやらここでの夢から覚める時間みたいだ。送ってくよ。狼さんになる予定はないから安心して。いや、いいよ。また会うことなんてたくさんあるだろ。その時で。じゃあ行こう。声出すな。他の奴に気がつかれると面倒だし。そんなに鈍感じゃないんだ。起きるとは思わなかった。寝てる間に殺して陽気席もらっとこうと思った。おかしいんだよ。今日でリミットを2日も超えてる。お前、前夜祭の夜に倒れるはずだった。陽気席はもう限界なんだから。なのにどうしてだ。なんでいつも通りに暮らせてる。この世界は俺の知っているものと全部が違う。あいつが俺に見せた世界は何なんだ。
俺はお前なんかどうでもいい。好きでもなんでもないんだ。けどもういい。あいつが俺に見せたものが何だろうと、陽気石さえあればいい。じゃあな。ついてないか。まあ当然だけど、ここまで極端なものは初めてだしな。けど本当にわずかだけど、お前は覚えていた。どこかで会ったかと聞いたもんな。それを考えると、まだどうなるかわからない。おっと、そろそろ彼氏役の出番ですか。清水に会っとかないと。俺も舞台に上がる日が来るとはな。おはよう。どうしてって、別にいてもおかしくないだろ。あのさ、学校一緒に行かない？他の連中は抜きで。そう。嫌なわけ？どうしてそんなこと言うのかって顔に出てる。どうすんの？話があるんだよ。お前、今日は文化祭で学校行ったら時間ないだろう。なんでそんな一歩引いたとこ歩いてるわけ？お前大丈夫なのか？
違う。2回も倒れただろ。あれからどうなのかってこと。本当に無理してるんじゃない？なんで礼なんか言うんだよ。心配なんてしてない。続きって？別に何もない。お前はあの時の返事とかしたわけ？言う必要ないし。本当に無防備すぎ。あいつには気をつけた方がいいんじゃない？お前は知らないんだろうけど、あの人普通じゃない。説明してもきっと信じない。とにかく気をつけろよ。何もない。じゃあ。行くと手伝わされるから、適当にどっかでサボる。見てたわよ。おはよう。おはよう。そしてこれはどういうことかしら？羽生と二人っきりで登校？なによなによ、あんたってば浮気性ね。昨日はテラさんで、今日は羽生？千秋ちゃん、だからそんなに深読みすることじゃないの。羽生くんは彼女の家に住んでるんだから。そういうことにしとくわ。ここで動揺させて劇に響くといけないしね。そうだよ。早く教室に行って準備しよう。大丈夫。あんたの演技は完璧だったわよ。終わった後の拍手だってすごかったじゃない。うん、いい演技だった。俺も自然と拍手しちゃったしな。さっき会った時、後であんたと会いたいって言うから
こうして一肌脱いだってわけよ。お疲れ様、可愛い王女様。もちろん、お前が舞台に立つことは俺分かっちゃってたから。しかし演技は良かったんだけどさ、お前が他の男に愛をささやかれるのは複雑だわ、お兄さん。なーに？何ですかそれ。さっきも怪しいと思ったんですけど、ゆうべ二人なんかあったんじゃないですか。おお、あったぞ。実はこの子に彼氏にしてほしいなってお願いしたんだけど、返事はまだなんだ。本当なの？断ってはいないってこと？うっそー、ありえないことはないと思ってたけど、まさか、まさか。私、あんたは七星先輩とくっつくと思ってたのに。そんなの保留にしてる時点で決まったも同然じゃない。付き合う気がないなら断ればいいんだし。おい、お前どうしてここにいるんだ。いちゃ悪い、俺もここの生徒なんだけど。そういう意味じゃないんだけど。別に気をつけろって言っただろう。こっちに来い。おっと。覚えてるのか。何する気？女の子に無理強いする男は最低だとお兄さんは思うけどね。ちょっともうちょっと。お前って俺の腕にちょうどいい大きさだな。こらこら、こんなところで見せつけない。ほら、話してあげてください。へい。大丈夫？あんな大声出して羽生に触られるのがそんなに嫌だったの？これから王女様を救うつもりで失敗しちゃったのかな、彼。もともとの脚本にはいないから当然だ。舞台とまぜこぜで考えてどうするんですか。っていうか、それを言ったらテラさんだって部外者だし。どう考えてもあなたにとって羽生はライバルなんですよ。もっと真剣だよ。あいつに取られるなんて失態、このお兄さんは犯しませんからな。それにしても、さっきの羽生のこと本当に何だったの？あんたがあんなに必死になって拒絶するなんてただごとじゃない気がするんだけど。そう？けどもし何かありそうなら、あたしとかかの子とか七星先輩にさっさと言いなさいよ。
さあ、早く教室に戻って反省会と行きましょう。明日のためにね。こっちだよ。抜けてくるの大変だったろ。大丈夫だった？そうじゃなくて、七星とかルイザがうるさかったんじゃないか？どこ行くんだってさ。あとほら、昨日の寮屋もさ。主役は俺が独り占めだな。おめでとう。今日もいい舞台だったよ。なるほど、2回目だもんな。けど演技が良くなればなるほどますます複雑だったな。でもまあいいか。舞台の上以外じゃこうして俺に向かって笑ってくれるんだし。それじゃどこかゆっくり話せるところに行こう。今日は聞いてほしいこともあるし。まあまあ焦らない。ほら行こう。女の子ってこういうの好きだろ？そりゃね、いい大人の男がこういうところが大好きって微妙だろ？好みか。お前がそういう男は好みじゃないのかは気になるな。例えば？それ、意外？俺が思うに、それ多分暇つぶしだろう。本が好きなんじゃなくて、他にすることがないから読んでるんだ。もしくは、何もしてないと余計な考え事をしちゃうからかな。そんなもんだろ。人間ってのはどういうわけか、嫌な思い出ばかりを反芻するし。どうした？
心ここにあらずですか。俺はここにいますよ。お兄さんの前でそんなに真剣な顔で他の男のことを考えてるなんてちょっと傷ついちゃ。昨日亮也言ってただろ、そいつに気をつけろって。あれって俺への宣戦布告だったのか。多分。じゃあ可能性があるってわけ。それともそうだったらいいなって願望。けどさ、俺が開けたネックレスつけてくれたのってあの1回だけだろ。今日もなし。気になってたんだよね、なんでつけてくれないのかなって。はいはい、わかりました。そう、お兄さんにはもっと努力が必要と。というわけで努力第一弾として明日は俺に付き合って。ああ、そっか。じゃ、予約。明後日は一緒な。どうやらここでの夢から覚める時間みたいだ。送ってくよ。狼さんになる予定はないから安心して。いや、明後日でいいよ。それに他に時間もあるだろうし。じゃあ行こう。俺、起きてるんならちょっと話があるんだけど。行き着く先は死、それには変わりがない。だがそこに至る過程が変わった。自分が見たい現実しか見ない。いや、見えてはない。そのはずなんだが。しまったな、涼也にもあの子にもヒント出しすぎた。そうするのか。
何やってんの？別に帰るだけだけど。悪いんだ。別にそんなことない。お前まさか。そうみたいだな。今のこの世界がループしてるってのは気がついてなかった。俺にこの記憶か妄想か分かんないものを植え付けたのがテラって人。前夜祭の前の晩だった。あいつ何のつもりなんだよ。なんで俺とお前だけに。お前どうして今回は気がつけた。何それ、ネックレス。それがどうかした。
じゃあこの世界ってお前が覚えていること以外にも今までと違ってるわけ？お前が記憶を持ってることに気がついて近づくのをやめた。ほんと気に食わない。何考えてんのかさっぱりだけど、俺を巻き込んだのは世界を繰り返させるためにお前を殺す人間が必要だったからだろうな。なんで？そういえば、あいつ、あの時お前を助けてやったのはお前たちの絆を認めてのことだったけど、もう一つ理由があったりする。考えても答え出ないし、それはもういい。俺は陽気石のこと諦めるつもりはないけど、殺すと巻き戻るんじゃ話にならない。とりあえずこのループをどうにかしないとダメか。明日。確かに。それが試せる可能性の一番目か。わかった。あと、他の誰かが俺の代わりにお前を殺そうとするかもしれないし、明日は一緒にいてやる。当てはあるわけ？どこにいるのかとか。ここにいたりするんだけどね。しかしそこまで気がついちゃったか。まあここまでは予想の範囲内。早かったとはいえ、いつかここに来るはずだった。運命とは何か、それは存在しえない。あるいは神や悪魔と呼ばれる超越的存在だが、人間はそれを信じる。信じること、確かな意志、それこそが運命。ゆえに運命は臆病者の味方をしない。だが同時に味方する者たちを常に感情や衝動に引きずられるように仕組み陥る。最後の選択をしておや、君は。
いた。やっぱここか。話は後だ。早く逃げないと前みたいに閉じ込められるだろう。こっちでも同じ。父さんがお前のことに気がついたんだよ。だからこうしてお前を捕まえて。お前バカだ。あいつが人間の何をどういう風に決めようとしてるのか俺は知らない。けどな、あの寺がここまで気がついた俺たちをそのままにしてまたループなんてすると思うか。俺は思わない。あいつはただ遊んでやがるんだ。それにお前自分で言っただろ、チャンスをもらえたのかもしれないって。そう、何回もチャンスが転がってくるなんて甘い考え、捨てた方がいい。ここでお前と死ぬなんてごめんだ。意地でも超えるぞ今夜を。だから早く。くそ、閉鎖に間に合わなかったか。ああ、前よりもずっと早い。畜生、父さんを逃がしたのは失敗だった。爆発や崩壊の状態まで前と全く同じはないだろう。まだ他に出られるところがないか探すぞ。大丈夫だ、少し痛んだだけ。お前が謝ることないだろう。行くぞ。立ちが悪いか。構造内部をやられてんだよな。結構父さんを相手にした時にドジっただけだ。お前が気にすることじゃない。偉そうなこと言っといてなんだけど、俺はここで限界みたいだ。前も同じこと言ったな。どんな時でもお前らしい。バカなところも。早く行けよ。お前だけでも今夜を越えたら何かが変わるかもしれない。俺はもういいから、早く。自らを囲う壁、限界を定めた幸せな者たちよ、我を呼ぶか。
よう、久しぶり。俺を呼びました。ま、事情は分かってるよ。ここから助けてほしいってことかな。そんな一気に。わがままちゃんだな。女のわがままは可愛いくらいで止めとくべきだぞ。それに目の前でそんなにラブラブされちゃお兄さん嫉妬しちゃう。本当にそう思う？確かめさせてもらっていいか。お前が俺のものになるのなら今この状況から助けてやる。どうする？そう、俺だけのもの。けどこのままじゃお前は永遠にこのままだ。もう分かってるだろうけど、世界はループしている。この週末をひたすら繰り返していくのさ。次のループで記憶があるとは限らない。それでもまだ繰り返すと。確かめるまでもなかったが、今までのお前は全ての時間軸で自分であることをまっすぐに貫いていた。さあ、約束通り全てを教えてあげよう。おいで。心配するなって。俺は全ての支配者様だぞ。それじゃあ行くぜ。ちゃんと捕まってろよ。ああ、いい眺め。そう思うだろ。そこまでは決めてない。勝手に人間がこう作ったのさ。けどそこまでの流れは俺の手によるものだから、ま、結局は俺が作ったも同然かな。さてと、これでゆっくり話せるかな。こうしてお前に触れたのはこれが2回目かな。うん、あの時は後ろからだから。ちゃんと顔を見て抱きしめるのは初めてだな。で、やっぱり怒ってたりする？分かってただろ。人間を滅ぼすかどうかを決める試験だった。俺の右目、陽気石だっけ？それを体内に宿す人間が出てきたことは、まさかまさかの予想外だったんだよ。ほんの一部とはいえ、神であり創造主である俺の力を持ったお前がどんな行動を取るのか。
お前が俺を楽しませてくれるだけの人間らしい生き方ができるかどうか。それでこの人間の世界の行く末を判断することにした。そしてこのループが最終試験。お前がどうやってこの世界を超えるのか楽しみにしてた。ああ、彼はね、お前に似ていたからだよ。別に七星でも森泉でもよかったんだけど、涼也の方がお前の本心が見られそうだったから。それから何よりも彼は自分自身について必死になってた。そこには確かな意志があったんだ。信じること、確かな意志、それこそが運命。故に運命は臆病者の味方をしない。だが同時に味方する者たちを常に感情や衝動に引きずられるように仕組み、陥れる。全てを作ったのは俺、つまり俺自身が運命とも言えるんだけどね。そういう俺に安易に逃げない。お前らしい行動を取ったら合格。そしてお前は俺を拒んだ。人間の行く末は決まったんだよ。そういうこと。本当にこんなことになるとは予想してなかったな。まいったな。お前はどうしてそこまでわかるんだ。これまで幾多の世界を見て、そのすべてを蓄積してきた陽気石の影響なんだろうな。あの時お前は思い出してくれた。陽気石の影響なんだろうって分かってたけど、なんだろうね。ずっと一人だった俺が知らなかったことをお前はあっさりと教えてくれた。誰かが覚えていてくれるってこと、名前を呼んで笑いかけてくれること、それが嬉しいんだってね、知ってしまった。なのかな。人間に忘却を与えたのは俺だってのにね。いや、俺がいるのは舞台の外側、忘れられることすらしないんだ。だからそれが辛いことだと分かっていても理解はできないけどね。今はお前が俺を忘れてしまうのを少しは悲しい、寂しいと思うのかもしれない。そうさせないためにお前をこのまま全部俺のものにしてしまうのもいいかもしれないけど、それよりもこのまま生かしておく方が楽しそうだからな。そう、こうして俺も舞台の上に立った以上、もっと楽しませてもらおうかなと。さて、それじゃちょっと失礼します。大丈夫大丈夫、優しくするからね。はい、これでオッケー。陽気石に俺の力を分けてやった。これでお前は
普通に生きることができる。前に手の甲から少し入れてやったけど、あれじゃ全然足りなかっただろうからな。なあ、お前たち人間が言うには、悪魔に見入られたものは邪悪であり不幸になるらしい。冗談冗談。愛と涙は目から生じ胸へと落ちるか、人間もよく言ったもんだ。もしかして俺はお前を待っていたのかもしれない。自分が作り出したものを愛せる日が来るの。お兄さんの可愛いお前でいてくれよ、これからも。立ち止まる君はいつも安らぐ場所を求めてる。騒がしい街に流されていてもせめてぬくもり届けたくて、涙に濡れた頬滑らせた指先、迷わないよ、そばにいるよ、肩寄せていつまでも。手のひらの上で回る宇宙は君と僕との明日、照らす光、移ろう季節に瞳曇らぬように守りたい君をずっと。星の上で君と出会える。
奇跡迷う心目覚めさせた繋いだこの手をずっと離さぬように守りたい君の未来元気そうじゃないの。あれ、そんなに経った？悪い悪い。じゃあ、おいで。今日はお散歩気分なの。付き合えよ。慣れないの？普通に歩けばいいんだって。ほら、支えてやるから。ああ、かもね。見下ろされるの好きじゃないし。にしてもお前香水変えたな。どこの男にプレゼントされちゃったのかな。またまた、ちょっと見ないうちにすっかり綺麗になったしな。恋でもしたんじゃないの。あらら、お前ずっと一人じゃないか。寂しい。どう、そろそろ俺だけのものになるかな。
どういう意味かな。すねないよ。俺はお前のことが好きだ。そういうことだな、意味って。意地張ってんじゃないの。まあそこが可愛くもあるんだけど、その辺の人間にお前を渡す気なんてないよ。お前のこれからは全て俺のものだ。一生かけて楽しませてもらう。